さあ今週も始まりますスターフライデー .com。 プロ野球で活躍されていたスター選手たちが野球とグルメについて語り合うトーク番組です。今月は先週に引き続き元横浜ベイスターズのエースとして活躍された野村弘樹さんと、走攻守三拍子揃ったプレイヤーとして活躍され甘いマスクで女性ファンも多いそよぎ栄心さんでお送りいたします。あ、そして私アシスタント MC の大山美香です。この番組は11年連続顧客満足度ナンバーワンのスターフライヤーの提供でお送りいたします。さあ今回はですね、センター南駅から徒歩3分ほどのところにあります食楽厨房さんからお届けいたします。そういう意味じゃ悔いというかやりたかったなっていうのは思います、まあでもそれはこれからでもチャンスはあるできますね、ね、それは、はい、だからもう引退ってもまあ区切りしましたけど、トレーニングも未だしてますし、だからなんか癖で病気みたいなんですよね。トレーニングっていうのはウェイト、やっぱりウェイトもしますし、ランニングやってるもんね。ランニングもします。本当、はい、俺もさ、あの俺の話したんですよ。俺もね、やっぱちょっと太ってくるやん、もう50になるとさ、はいはい、でやっぱトレーニングせなあかんと思うやんか。で走るやん、はい、もう一人の自分がな、はい、もうええんちゃうかって言うねん。わかりますわかりますわかりますよ、言うやん。わかりますわかります、はい、もう散々俺馬乗りに走らされてる、はい、特にピッチャーなんかさ、キャンプ中なんかさ、そうですね、アホみたいに、はい、それの犬より走ってるぐらいなんか、はい、走ってますね、走らされてたやん、はいはい、でもうね、ただ痩せるためだけにとかさ、そこですか。そこやん、目標ないじゃん、はいはい、だプレイヤーだったらそれやっぱやらなあかんから頑張れるやんか、はい、今その頑張れないよ俺も。そこまでもう一人がうるさいです。もう一人の俺がもういっちゃうかで、俺ウォークマン聞きながら、あのザードの負けないでって走んねん。わ、世代ですね。負けないでって、その曲終わった途端に歩いとんねん。わかる、これ本物の話 でそれぐらい頑張ろうと思っても頑張られん、でもまだ頑張れる。まだ大丈夫ですね。それこそこの前も今日の前も走ってきました、ね、朝。本当に、はい、なんか気持ち悪いんですよ、汗かかないと。なんか忙しくて汗かくのと運動の汗なんか違うじゃないですか。それ違う、だからもう自分で動いて汗かいて風呂入ってっていうのが気持ちいいですね。また俺もジムに行ってんだけど、はい、ジムもうね、素通り、サウナ。もうジムのお姉さんに、野村さんお風呂かいんですかって言われて、もう風呂しか入ってんねん。そうだからあかんねん、頑張らなあかんなと思うけど、すごいな、そこの頑張れるっていうのは。あ、でもそこがちょっとまあ自分のスタンスでやっていきたいなっていうのがあったので、うん、動きながら。そう、どれぐらいまでいけそう、そのスタンスで。じゃあ今正直もうユニオンも脱いで、はい、その社員ってなるとやっぱその時間もやっぱ自分でまた作らなあかんなってことですし、どれぐらい忙しくなるかも分かんないじゃん、はい、そのスタンスはでもやめない、極力やめないようにしたいですけど、やっぱり疲れて帰ったら朝起きれないとか、帰ったらもうね、そのまま風呂入ってご飯食べたら大変になるかもしれないので、そこはちょっとまだ分かんないですけど、極力作るようにはしようかなっていうのは思ってます、でもそのエンジェクの社員になってやっぱ現場に携わりたいわけでしょ。まあ基本的にはまあそうですね、ね、はい、で十分チャンスあると思うんだけど、はい、そのまあプレイヤーとしては終わってるけど、やっぱりその指導者っていうものにはやっぱりかなり貪欲だよね。そうですね、まあそういった意味で、うん、もっと自分のスキルをアップしたいと思ってますから、まあ、それこそまあ野村さんも解説とかされてて、まあそういう話も聞きたいし、まあいろんな野球界の人と喋って、そういう喋り方だったり、その理論だったり、そういうのをもうちょっと自分の中で勉強したいなっていうのはありますね、その指導者ってもいろいろあるじゃない、やっぱり、それもちろんプロの監督コーチもそうだし、はい、社会人だったりアマチュアもそうだし、はい、クラブチームもあるし、大学高校ってあるじゃない、はい、そういったところで これやってみたいなっていうのはある場所ですか。まあその場所でもいいし、理論だからどの部署で、例えばプロ野球でやっぱりコーチをやりたいっていうのもあるだろうし、それよりもやっぱり大学だったり社会人の監督なりなんとかなんかなって、はい、やっぱり見たいとかいろんな考え方があるじゃない。それよりもまた違った形で兼任でもいいから行って一緒にやりながらやりたいとか、いろんなスタンスがあると思うんだけど、まあ一つはもう選手として区切ってるので、うん、もう選手権とかっていうのはもう僕はもうやっちゃダメだなと思いますね、だからまあそれこそまあ
一番やっぱり花形はプロじゃないですか、うん、野球界で言ったらやっぱりプロが一番なので、うん、プロでやってみたいなっていうのはありますけど、うん、それが例えば社会人から声かけてもらった、うん、ってなるとそれは社会人にも、うん、でもやりたいっていう気持ちも強いですし、うん、もしかしたら大学から高校からとか なれば、うん、それはそこでやりたいなっていう気持ちになるかもしれないですし、うんうんうん、今ちょっとわかんないですね、うん、でも一番はプロですよ、うんうん、そりゃそうだよね、うん、でも社会人でやってたから社会人でもやりたいっていうのでやってたので、うん、今までやってきたんですけど、うん、まあ、それが縁があればどこでもっていうスタンスがいますけど、うんうん、なるほどね、まあ、ただ辞めたばっかりだからね、今はとりあえずエージェックに会社に残るってことは決まったわけだし、ね、そうですね、はい、うん、なるほど。じゃあこれからやっぱりそのエージェックではどういう仕事をするわけ？一応名前的にはスポーツ文化プロジェクトマネージャーなんですよ。ほうほう。もう僕一人しかいないですけど。要するに現場の統括みたいな感じなの？どうですかね。まあもちろん野球というスポーツはもちろんなんですけど、スポーツ全般に関わりながらそのエージェックっていう野球部もありますし、うん、その DC リーグの栃木ゴールデンブレーブスっていうのを運営管理してるので、うんうんうん、そこの、サポートしながら、うん、で女子の野球部もあるんですよ。社会人、うん、吉田恵里ちゃんと川端とか入ってる、うん、でそこもサポートしながら一人の、文化人としても活動していきたいなっていうのもあるので、うん、まあ、こういう番組呼ばれれば協力させていただきますし、うん、まあ、そういう活動ですね。なるほどね。ざっくり言うと、うん、はい、まあ、それはそれで勉強になれそうだよね。でもね、そうですね、視野が広がって、そうです ね、まあ、今までやってきてない部分も結構あるので、うん、まあ、それはもう積極的に動いていこうかなと思います。うん、まあ、40代若いからな、うん、何でもできるわ。三浦さんの解説とか聞きながら、うん、こいつ何言ってんねやろ。いやいや、それはないですそれはないです。まさか。それはないです。そんなないです。でも今度来たら昼間から酒飲んでたら確かに思ってるべ。だってそういう番組だからいいです。そういう番組だから。そうか、そうか、そうか。野村さんからこう解説とかもしそのプロの、まあ、指導者的な立場に立つとするならどういうことを今しておけばいいとかアドバイスがありますか？やっぱね、いろんな人と会った方がいいね。あ、で俺ヤシと人とあんまり触れ合うことないじゃん、はいはい、普通の中では、うん、だからヤシの人の話を聞くのすごい好き今。あ、うん、で解説する時もヤシのこと分かれへん正直。あ、だからピッチャー目線でしか喋られへんわけ。結局そうじゃん。だけどそれはそれでいいと思うの、ヤシじゃないから、うん、だけどヤシの人の話をいろいろこう聞いとくとやっぱボキャブラリー増えるよね。あ、そうですね。多分こういうことヤシこういうことを考えてられるっていうのは聞いたことあるんで、うん、いやこうこうこうじゃないですかとかっていう話に持っていけるから、うん、だからいろんな人と会うと面白いね。やっぱね、そうですね、うん、結構社会人に戻ってからそのスカウトの方だったりとか、うんうんうん、挨拶する場面が多かったので、うん、まあ、本当に、まあ、短い時間ですけどいろんな言葉を聞けたので、うん、まあ、本当に新鮮でしたね、うん、だから今後もまあそういう機会があれば、まあ、ありがたいなと思ってますけど、うんうんうん、はい、本当そう。でここまでやった人だから自分の持論で喋ればいいの。もうそれ以外ないよ。それいいんですか？それでいいと思う。合ってる間違ってる人はっていうのは聞いてる人が判断するだけの話だから。そうですね。そうやろ。だから俺だから自分を喋ってることは全部正解と思ってないから、ただ俺はそう思うっていうことだけであって、それをあえて気を使ってあだこうだ喋ってると自分の色がなくなっちゃう。そうですよね、うん、ああそれは思いましたね。そうだな、はい、江本さんみたいにあんだけ自由に喋るのすごく羨ましいなと思ったりするもん。そうそう、俺はそう言っても俺はやっぱ気を使って喋る部分ってあるじゃん、どうしても、ね、うん、そこはやっぱりこれからだよ。そうですね、うん、思うよ。で、11月の2日に本を出版されるとお伺いいたしましたが、どのような本なのか、ちょっと触りだけです、教えてください。ですね、一応まあタイトルが煩悩という名前なんですけど、まあ世間でいう煩悩っていう文字があるじゃないですか、うん、そのまあ煩をそよぎっていう字にして、まあ元々煩っていうふうに読むので、うんうんうん、まあそこを当て字にして、まあ、そういう意味の頭の中というか考えてることをちょっとまあ簡単に、ちょっとまとめさせた本が
出るんですけど、そよぎの脳と書いて煩悩ね、はいはいはい、でサブタイトルがまあ失敗したらやり直せばいい的な、うんうん、だからまあ今まで失敗したことをこれからちょっとまあちょっとずつ勉強しながらやり直していこうよっていうのを簡単にちょっとまとめさせてもらった本が、うん、そのターゲットっていうか年齢層っていうのはどの辺に合ってる？一応ですね、うん、失敗したらやり直そうっていう感じのことを、うん、そういう悩んだりそこにこう壁にぶち当たったりしてる人に向けてっていうのが入ってるんですけ ど、 ま、 だまあスポーツやってる人だけじゃなくて一般社会人でも、はい、そこにまあちょっとなんかこう心打つものがあればいいかなっていう感じでちょっとまあ本出させてもらって、じゃあ20代の中盤後半から40、50ぐらいの我々世代までがどうですかね、上の方に読んでもらうのはすごいありがたいんですけど、まあそんなにもう今までの経験しか書けてないので、うん、まあ、簡単な感じですけど、まあ、簡単にって言ったらダメですね、本ですからね。そう、まあ、ですね、まあそれまで今までの経験をちょっとまとめさせてもらった本が出るんですけどね、うん、はい、11月2日です、でもうすぐじゃんね。そうなんですよ、ありがたいです。もうすぐって言っちゃもう出てんだ。結構もう出てますね、これ流れてる時は出てます。余計なこと言うたな俺な。何やったら明日やけどっていう。そうや、そうなんですよ。じゃあ面白そうな本だね。まあファンの方にね読んでもらえればいいかなと思いますね。そういう意っていう人間が分かる本でもあるわけだよね。多少分かるかもしれないです。まだミステリアスな部分は結構あるんですけど。そのミステリアスももちろん出してるじゃん。ミステリアスな部分結構出てますよ。今日は今日は出てる。もうフランクに行ってますから。でもイニシャル登録1個しか出なかったよ。本当ですか、うん、じゃあちょっとまた次回読んでください。次回読んでください。じゃあ今度は次回はイニシャル登録を3つぐらい出してもらえる、ね、じゃあちょっとお願いします。3個から5個は準備しておきます。用意しておいてね、はい、よろしくお願いします。いや4週完璧だったんじゃない。いや、そうやと思います。4週ね。じゃあ4週にわたって、はい、お話いろいろ伺いましたけども、ちょっと感想をざっくりと。いや結構出るって決まった時からちょっと見させてもらったんですよ。ほうほうほう。やっぱりどんなものかちょっと見ときたかったんで。番組自体をね。でも面白そうだなと思いましたよ。お酒飲みながらご飯食べながらいろんなことを言えるんだなと思って、はいはい、だからそんなに構えては来てないです、うん、まあ、野村さんとちょっと初めましてだったので、うんうん、本当に話すのがだからちょっとそこだけちょっと緊張しながら来ましたけど。もうすごいフレンドリーで助かりました。でもまだ100分の3ぐらいしか喋ってないね。です ね、 ね、ちょっともうちょっとこう数読んでもらって。そうやね、イニシャルトークも少なかったし。まだ本性俺の力不足。本性を引き出せなかったわ。もっと多分ありますね。そうや、おめちゃんもっと引っ張らなかった、ね、申し訳なかった。引っ張らなかったね。足りんかった。ちょっと飲みも足らへんしな、ね、まだ1杯半しか飲んでんやん。そうなんですよ。俺の方が1杯早いぐらい。俺が進んでどうすんねんって話。そうやね。じゃあ次回はじゃあたっぷりまた。そうですね、準備しておきます。野球以外の話もそうですし、はい、プライベートの話も、うん、ね、趣味が何だろう。 P ありですね。 P あり、 P、うん、だったら大丈夫です。大丈夫です、ね、自分で喋りますから、うん、ね、じゃあ楽しみにして。じゃあ次は、じゃあもっとお酒飲みながらね。そうですね、うん、もうこの辺真っ赤になりながら、ね、こんなもん持ちながらこう喋ってるぐらいで揺れてるぐらい。じゃあ楽しみにしてますので、はい、また次回、じゃあまたぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。